こんにちは、ムッチンです。今回は魚突きを始めて半年が経つので、この半年間の魚突きを振り返ってみようと思います。振り返ってみると意外といろんな魚をゲットしていたので、楽しく見てもらえると嬉しいです。この半年間、魚突きに行けるときは毎日行って全集中で頑張りました。それでは一緒に振り返っていきましょう。まず最初についたのがメバルですね。しかもこのメバルは30センチぐらいあって大きかったです。これは嬉しかったですね。この記念すべき1匹目は刺身でいただきました。自分で取ったこともあって最高に美味しかったですね。そして次がイシダイですね。あんまり大きくないので、サンバソウとかシマダイって言った方が正しいかもしれません。これは初めてのキルショットでした。ヒット、しっかり頭にヒットしました。これは塩焼きで食べたんですけど、絶品でしたね。そしてこんな出会いもありました。これは10センチぐらいのサンバソウですね。好奇心が強くていつも遊びに来てくれるんですけど、すごく可愛いんです。そしてこのショットは今でも忘れません。動画を見てくれた方はもうわかると思うんですけど、キジハタを狙ってテトラの下を覗いてみたら、それ以上の大物が顔を出しました。ここですね。来ました。ヒット。もう一回見てみましょう。ここに大きな顔が現れます。これです。ヒット。これはスズキですね。僕が釣った初めての大物になります。これは本当に嬉しかったです。測ったら72センチありましたね。奥さんも子供も大喜びしてくれました。そしてまたこれがイシダイになります。さっき釣ったイシダイよりも一回り大きかったです。近づいてきたところをヒット。これは確か30センチぐらいでしたね。初めてイシダイの刺身を食べて美味しくて感動したのを覚えてます。そしてこれがキジハタになります。手前の大きい方は逃げてしまったので、奥の少し小さい方を狙います。ヒット。睨み合いからのショットはいつも外していたので、これは嬉しいショットでした。次もキジハタですね。波に揺られてここから顔を出します。そしてもう一回顔を出したところ、ヒット。近づいてみると思った以上にこのキジハタが大きかったんですよ。こんな感じですね。45センチありました。もう一丁キジハタです。ここにイシダイが見えたのでイシダイを狙っていったんですけど、隣にキジハタもいたのでそっちに狙いを変更しました。ヒット。これはギリギリ首の皮1枚で取れたショットでした。しっかり狙って取れたのが嬉しかったです。僕はキジハタが取れるようになるまでは結構大変で、これがミスショットになるんですけど、キジハタって意外と俊敏なんですよね。最初は森を当てることすらできなかったので、スロー再生を何度も何度も確認して作戦を練った記憶があります。こんな感じで全然動かなそうに見えるんですけど、突いた瞬間ものすごい瞬発力で動くんですよね。根魚を狙うときは結構思い切りが大事だと思いました。続いてはヒラメを突いた時のショットになります。どこにいるか分かりますかね。この辺にいるんですけど。ヒット。もう一回見てみましょう。ヒラメはここにいますね。しっかり頭を狙ってヒット。これは30センチぐらいのヒラメでした。煮付けにして食べたんですけど、これがまたすっごい美味しかったですね。
動画でも紹介しているのでぜひ見てもらえると嬉しいです。そしてこれもまたヒラメになります。ぜひ一緒に探してみてください。ヒット。今度はここにいましたね。僕はまだ透明度が高い日じゃないとヒラメを見つけられないので、この日は2匹取れてラッキーでした。これはイシダイですね。この日は奥さんと娘が砂浜で待っていたので手ぶらで帰るわけにはいかず気合で着きました。ヒット。これは結構大きくて40センチありましたね。この日は誇らしげに奥さんたちの元に戻りました。このイシダイは熟成させて刺身で食べたんですけど、すんごく美味しかったですね。これもイシダイになります。この日はイシダイとずっと追っかけっこしていました。これは見失ったとこですね。この日のストーリーも面白かったのでぜひ動画もチェックしてみてください。お、見つけました。ここにいますね。止まったところをヒット。これは後から合流した先輩にあげました。そしてこのショットが僕の中でお気に入りなんですけど、ここで逃げようとしているキジハタを追っかけてヒット。間に合わないかなと思ったんですけど、ギリギリで尻尾にヒットしてくれました。42、3センチぐらいの結構大きいキジハタでした。そしてこれは僕はアイナメだと思って突いたんですけど、突いてみたらなんとオニオコゼでしたね。この魚は背中に毒針があるので要注意です。危険な魚なんですけど味は美味しくて唐揚げにしたら絶品でしたね。ぜひこの動画もチェックしてみてください。そしてこれが初めて岩場に潜った時のカサゴですね。ここで後ろを向いてるカサゴがいますね。ゆっくり近づいてヒット。ちょっと卑怯な感じもしますが後ろからヒット。そして次も同じショットですね。背を向けてるカサゴを見つけたのでそーっと近づいてヒット。この岩場のカサゴはみんな大きくて30センチぐらいありましたね。これもカサゴですね。ホバリングしながらこっちを見てるカサゴを見つけたので狙ってみます。ヒット。睨み合いからのこのパターンはいつも左側に逃げられることが多かったのでちょっと左寄りに打ってみたらうまく刺さりました。もう一丁カサゴになります。ここにいますね。ヒット。岩にくっついていたので加減して撃ったら危うく逃げられるとこでした。やっぱ根魚はすごい瞬発力ですね。同じ岩場にキジハタもいたので狙ってみました。これも睨み合いからのショットです。ヒット。これも左に逃げるかなと思ってたんですけど今回は右に逃げましたね。ギリギリゲットできました。これはかなり小さいんですけどクロダイですね。水面で発見してヒット。森の先端を新品にしたばかりだったのでサクッと刺さってくれました。ここからはイシダイがちょっと続きます。
ヒット。やっぱ新品の森先は抵抗なく刺さってくれるので気持ちよかったです。これもちょっと見えづらいですけど、ヒット。これはまた別の日に岩場に潜って石台を狙った時ですね。ヒット。スローで見てみると石台もなかなかの反射神経ですね。これも泳いでるところゲットです。結構速い速度で動いてたのをつけたので、これは嬉しいショットでした。そしてこれは初めて石台を寄せてつけた時のショットです。ヒット。近づいてきた石台が横を向いた時を狙ってヒット。長時間潜って結構苦しかったんですけど、石台が近づいてくるまで待った甲斐がありました。こんな感じで石台をつけるようになったんですけど、僕の今後の課題としてはどうしても大きい石台だけつけないんですよね。60センチクラスの石台が確実につける間合いに入ってきたとしても変なミスを連発してしまうので、今後は大きい石台を見つけても冷静に狙っていきたいと思います。そしてこれは椅子積みですね。クロダイと間違えてついてしまったんですけど、調べてみると磯臭くて美味しくないらしいんですよね。でも恐る恐る刺身にして食べてみたら、たまたまかもしれないんですけど、これがまた美味しかったですね。そしてこれが前回の魚付きの動画になります。これだけの数のイシダイの群れを見るのが初めてだったので、これは興奮しましたね。どれにしようか選べなかったので、とりあえず目の前の石台を狙うことにしました。ヒット。相変わらずど真ん中ですね。これは確実に取りたいと思えば思うほどど真ん中に当たる気がします。これも石台ですね。森をこすったら寄ってきてくれました。ヒット。おお、これも相変わらずど真ん中ですね。そしてこれが巨大なアイナメですね。僕もこのサイズを初めて見たんですけど、ここから顔を出してますね。ヒット。39センチのアイナメでした。刺身は本当に美味しかったです。そして最後はこの魚になります。岩の隙間からじっとこっちを見ていました。ヒット。これは大きかったです。やっと出ました。中にいたのはキジハタですね。47センチの自己記録のキジハタでした。はい、というわけでいかがだったでしょうか。まあ他の魚付き YouTuber さんから比べるとだいぶ下手くそだとは思うんですけど、半年前の自分と比べてみると結構上達したんじゃないかなと思います。あと最後になんで僕が魚付きを始めたかっていうのを話させてもらいたいんですけど、僕は1年前ぐらいから、このチャンネルとは別に奥さんと YouTube チャンネルを始めたんですけど、発信する内容が結構奥さんの得意なことばかりだったんですよ。それで結構奥さんにも負担をかけすぎてしまって、で自分にもなんかできることないかなって考えた時に、結構考えたんですけど、なかったんですよ。で、唯一得意なことがあって、それがずっと学生時代から続けてた水泳ぐらいだったんですよね。そこでできることって考え
で、まあ、YouTube とかでいろいろ検索してみたら、この魚突きの動画に行き着いたっていう感じですね。まあ、それでやってみたら、結構できそうだぞっていう感じになって、そしていつの間にか魚突きにはまってしまっていたんですよね。まあ、という感じの経緯で今に至る感じですね。まあ、今後は魚突きだけじゃなくて、泳ぎ釣りとかも楽しそうだし、まあ、本格的に魚料理を奥さんと一緒にするのも楽しそうなので、まあ、そういうのにも挑戦していけたらなと思っています。というわけで今後も、まあ、30過ぎてからの僕の挑戦を楽しく見ていただけたら嬉しいです。まあ、よければ高評価とチャンネル登録、この辺にチャンネル登録が出てくると思うんですけど、ここちょっと押してもらえると僕も元気になります。あんまり面白くない時は、バッタボタンを押してもらっても構いません。今回は最後までご視聴ありがとうございました。まあ、最後に次回予告があるので、それだけ見てってください。次回も魚突きの動画になります。ちょっと鼻水が出るなぁなんて思いながら潜っていたら、自分が風邪をひいていたことに気づきます。でもどうしてもキジハタとカワハギが取りたくて、できる限り全力で頑張りました。果たしてその2匹をゲットすることができたのでしょうか。それでは次回もお楽しみに。ではまた。